銃で銀行員を脅す銀行強盗とは強盗犯罪の一種。その名の通り、銀行や郵便局など金融機関を対象とした犯罪行為、金融機関強盗とも、古くは銀行破りとも称す。金融機関には多額の現金が保管されているため、大量の通貨奪取を求めて犯行が行われる。路上強盗などの通り魔的な類や、コンビニエンスストアなど店舗類、民家や事務所などを狙った強盗事件に比べ、金融機関施設は防犯ビデオや防犯シャッター、強盗撃退用の武器など装備が充実している点や、職員も対策訓練がされている場合が多いため、検挙率が高いとされている。世界で初めて銀行強盗に成功したのはジェシー・ジェームズである。日本での銀行強盗は現金輸送中の銀行員襲撃や日本統治下の朝鮮での銀行強盗、金庫破りなどは大正時代からたびたび起こっており、日本内地の銀行を白昼襲った事件としては1924年の愛知農商銀行のピストル強盗があるが、行員の反撃により現金を捨てて逃走したため未遂に終わった。日本国内の銀行を襲って成功した初の銀行強盗は1932年10月に日本共産党が東京府東京市大森区4月19日に栃木県小山市の茨城相互銀行小山支店へ押し入ったものである。ありがとうございます。